ハザ・スリベロです。今回ですね、一期10話の感想を原作との比較やっていきたいと思います。久々見る方は一緒におさらいしていきましょう。どんどんいきます。西野屋のフライングの解説、アニメでは菅さんの声になってましたね。仲間への信頼感みたいなのが感じられてよかったです。朝日さんの平行に日向がブロック飛ぶとき、原作では2枚で飛んでたんですけど、アニメは日向1枚になってました。日向と朝日さん1対1の差しのバトルじゃないですけど、そんな演出になっててなんか好きでしたね。日向が朝日さんのボール顔面に当たるとき、日向が心の中で朝日さん羨ましがってるときに、大地さんが日向もう少し後ろに下がれってアニメでは言ってましたね。そしてぶつかった時の日向すごくよく飛んでました。影山が怒鳴らずに怒るところ、日向の心の声が原作ではマジ怒りだったのがアニメではマジ怒りになってました。セリフの言い回しがすごく細かく変わってるの結構多いですね。アニメ滝の上さんが影山になんだ挑発かって言う時、アニメの表情本当に怒ってる感じでしたね。原作はニヤって感じがありましたけど、そして影山の代表的なこの名言、俺がいればお前は最強だ、ついに来ました。最強の敵だったのが今は最強の味方。そして日向に影山がかわせって言った時、原作であった滝の上さんのかわせってのがなかったですね。これ好きなシーンでした。この後の日向に対する影山の力説のシーンとかすごくいいので、ぜひアニメでご覧ください。島田さんがジャンプフローターするところ、原作ではなかったんですが、山口が見入って点数入れるのを遅れるみたいなシーンが加わってました。いやー、粋ですよね。粋。今回エンディングの途中でいきなり東京駅が映って、新幹線乗り場みたいなところ映って、なんだろうって思ったら奴らが現れました。猫間高校。そして次回11話、決断合宿が始まり、猫間もやってきます。誰が何を決断するのかお楽しみに。余談なんですけど、原作の24話の扉絵とか3巻の巻末のおまけページで、カラスのメンバーが四字熟語の T シャツを着ていて、日向は大器晩成ってのを着てるんですよ。あれ、大器晩成チビってどこかで。でもこの大器晩成のなるって字間違えてるんですけど、これ古舘先生本気間違いしたらしいです。おまけでは西野屋のせいにしてましたけどね。はい、いかがだったでしょうか。またですね、毎週火曜日、金曜日、日曜日に配給動画あげますので、よろしくお願いします。ボカロ P チャンネルにてオーバーホールという新曲をですねあげましたので、ぜひ聴いてください。お願いします。1週間の投稿を曜日で固定してます。この表通りにあげますので、よろしくお願いします。ということで本日もあざした。